るアンドロイド諸君に告げる。宇宙人とその先兵たる機械生命体によって攻撃されてから数千年が経つ。そして我々人類は月に逃げ延びることになった。しかし今もなお諸君らの戦いによって我々は存続することができている。諸君らアンドロイド兵こそが我々人類の最後の希望なのだ。健闘を期待する。人類に栄光あれ。
接ポイントからメール受信の連絡。
Thank you.
そう思っています。そう、何の音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器、 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。
トゥビ、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。わかった。兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。
ことだろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器。 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。トゥビー、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。
集中しているハブの情報を表示します。飛行ユニットの場所まで移動しましょう。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。
により全ヨルハ部隊へ、数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど、行ってみれば分かるよ。たぶん 2B って大雑把なところがあるんですね。地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうなんだ。あの変な敵は地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。この通路は昔からあるみたいですけど。報告、強固なプロテクト、アクセス不可能。
生命体たちの残骸が。でもこれ随分昔からここにあるような感じですね。この場所はデータベースに該当する情報はありませんね。トゥビー、あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名は、前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造者はそれを凌駕する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造者を倒すなんて。いいんだ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物は価値のある。私たちが興味ある。そう、人間は魅力的だ。理解不能。記録によると同じ種族で大量に殺し合って愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真理に迫りたい。だから、その模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思っている。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析して、その秘密の全てを暴くんだ。こんな素敵なこと他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ。じゃあ交渉は決裂というわけ。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる退屈宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅。トゥビー。
この道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない。トゥービーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の装置。ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、転送装置も動かせるようにしておいたから。ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、今度会ったら文句。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。
セスポイントからメール受信の連絡。Thank you.